い、じゃあ今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は先日無事に修了式も終えまして、春休みには入ったんですが、先生たちはみんな出勤しまして、お仕事をしていきました。今日は大型バスの赤バスに乗りまして、試走も行いました。新しい年度に向けてまた新しいコースを組んでいったんですけれども、本当に今まで走っていなかったコースの回り方だったりとかして、今年はここからスタートするんだねとか言いながら進めていきました。であとは本当に初めて通るような場所に行ったりもして、もう次は誰って言いながら本当に真剣に名簿と照らし合わせながら行っていきました。でそんな中でもちろんその新しいお友達楽しみだねっていう気持ちにもなったんですが、すごく懐かしい場所も通ったりもして、あ、そういえばここら辺から誰々ちゃん乗ってたよねとか、何年生ぐらいになったんじゃないとかっていう風に前の卒園生の懐かしい話なんかも飛び出して、先生方は和気あいあいと思想の方に行ってくることができました。で戻ってきてからも着々とこう新年度に向けて準備をしていたんですけれども、各学年ごとで分かれてお話し合いをしたりしながら準備の方を進めてきました。また新しいお友達、入園してくれるお友達と会えるのも、そしてまた新しくこう進級したお友達に会えるのもとても楽しみになった一日になりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。